岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズ。さて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。まあ、そうですね、梅もいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。併殺狙い、インコースに攻めてきました。変化球空振り、バッターボックスは5番鳥谷。今日は2つのフォアボールを選んでいます。比嘉、まずは先頭バッターを打ち取っています。わずかに右に切りました、ファールボール。打ちました、大きな打球になった、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックス西浦、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうです。サード弾くボールを拾ってツーアウトランナー1塁。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収め